フジワランドでーす。うわ、ジミランドでーす。ベビランドでーす。カメみたい。ヨメランドさんです。はい。さあということで今日はカルディを爆買いしてきましたので紹介しながら食べていきたいと思います。久しぶりにやりますけども、はい、ちょっとじゃあ紹介していきましょう、うん、まずもうこれ一番驚いた、買ってる時にチビランドさんが普通にカゴに入れました、うん、あ、そうそう、大好きオリーブでございます、はいはい、ワイン好きはいないんですけどね我が家に、はい、でこれ俺の記憶が間違ってなければ前食べた気がするんだけど、北海道産豚肉のソーセージ餃子ニンニク、あ、食べたわ。食べたよね餃子ニンニク、うん、ね、食べた食べた、めっちゃ美味しかったやつだ。そうで、ヨメランドさんが見つけました。こちら四つ葉パンに美味しい蜂蜜&バター。そう、蜂蜜が入ってんの、はい、絶対チビランド好きじゃんね、チビランド。あの、安定のこちら発酵バター、普通にいつも食べるやつ。皆さん、はい、これ見て。で、何ですか。雲の形をしたグミ。グミです。さーっと買い物カゴに入れられておりました、そしてこちらも超有名ですよね、ロイタイグリーンカレー。安定の、安定ので、安くなってたんだもん今日。マサマンカレースープというのもありましたので買ってみました。これはあまり辛くないみたいです。で、これが、ジャスミンライス2つ買いました。絶対必要なやつ。いいよ、紹介して。いいよ。これはスヌーピーの、あのコップに入ったゼリーです。ゼリーです、うん、はい。そしてこちらが、瀬戸内レモンのオリーブオイルつゆ、うん、なんかポップによると毎年売り切れるみたいな感じで書いてましたので、じゃあ買っとこうと、はい、そしてこちらがちょっとデザート系ですけど、白桃とジャスミンのジュレ。そうで、ここへ行きましょう。これ私見つけたのめっちゃ美味しそうと思う。マンドゥ、マンドゥ3個しか入ってないのよ。食べたいと思います、うん、餃子ですね、うん、で、その横にありました台湾胡椒餅。そう、はい、台湾胡椒餅食べたいと思います。そしてこれが、インスタントですけども、プーパッポンカレーライス。何それ。プーパッポンカレーライス。ちょっとプーパッポンってブンバスキャットマンみたいですけど、プーパッポン、プーパッポンペルッパーみたいなやつ。そしてこちらがダブルドラゴン春雨カップボートヌードル。春雨のヌードル。なんで春雨って言ったの。春雨、はい、辛いのそれ。これどうだろう、分かんない。そしてこちらが、北海道ラーメンの味噌味。美味しそう。もえじさんのやつ、うん、で、これが、美味しそうでした。チュモッパの素、ご飯に混ぜるだけでできるそうです。そう、それは美味しいんだよ。あの、韓国のおにぎりよ。はい、うん、そして、国産米粉のパンケーキミックス。あ、それはベビーさんの焼いてあげようかと思って、はい、で、チーズ、丸いチーズ。そしてこちら、塩レモンおかき。で、これポップに、もう一つ買っておけばよかったって書いてあったので、もう一つ買っておきました。そうなんだ、はい、で、これが、ボーロ、ベビーさんの、ベビーさんのボーロ。あ、ほんとだ。で、これが、食べる明太生七味。ちょっとご飯にかけて食べてみて。で、こちら食べるナッツソースバジルテイスト。あ、美味しいやつだ。で、これチビランドさんがお好きなんじゃないかということで、シリアンレモネードベース。それ買ったことあるよ。あるね、うん、炭酸で割ったりしたいと思います。あ、ベリーさん、あーめ、この中から、ちょっと食べていきたいと思います。そしてデザートも今ちょっと買ってあるんですけど、冷凍中ですので、それまたご飯食べた後に忘れてなければ紹介したいと思います。はい、チャンネル登録よろしくね。どれ食べよう。まあ、マンドゥと台湾餅でしょ。カレーはこれは何食べよう。これも気になるじゃん。これも気になるね。あと味噌ラーメンはいらない。え、なんか麺もそうだ、ね、小麦粉ばっかりになっちゃうの。チモッパ、あ、お米に混ぜる、うん、それ多分チビランド好き。で、あとこれもちょっと食べたでしょ、うん、まあ、これはみんな知ってるも
ね、うん、絶対そうそう、うん、ということで準備したいと思います、はい、はい、ということで今日買ったお菓子準備ができました。はい、食べていきたいと思いますが、まずはこちらがマンドゥですね。マンドゥ、はい、そしてこちらが台湾胡椒餅。めっちゃ硬いんだけど大丈夫かな。あ、そうなの、硬いんだ。で、これがチュモッパ、うん、ここちょっと1個空いておりますが、チビランちゃんがもう行きました。もう1個狙ってます。いいよ、2個目食べてください。食べる。そしてこちらが、お湯を入れた、カレーの狙ってたやつ、これスキャットマンカレーかな。違う、プーパッポンカレー。はい、空いてるけど大丈夫これ。はい、で、まあこちらがちょっとナッツソースとか生七味、明太生七味いこうとしてるご飯、うん、で、これが春雨でございます、うん、はい、じゃあ、うん、食べていきましょう。じゃあこの野菜のところに、じゃあこれ種あるからね、うん、これいきましょうか。なんだっけ、チュモッパ、チュモッパ、チュモッパ、うん、なんかね、めちゃくちゃうまいわ。そう、美味しいよね。なんこれ、食べたことあるんだけど、私チュモッパ、なんかちょっと、もっちもちにもなってない。これは、うん、このご飯だから、うん、ほら、うん、ちょうどいい塩加減、うん、ちょっとごま油入れて、うん、たくあんアクセントになって、うん、美味しい。どう？すごい重たいの、1個が。あ、本当だ、いただきます。美味しいね、美味しい、うまっ。うそー、これめちゃくちゃ、あ、パッケージ捨てちゃった、持っていこうか、うん、めっちゃくちゃうまいこれ。え、あれワンマンでどっちが美味しいやろ。ビビゴと、ええ勝負やな。ビビゴ売ってなかったのよ。あれ、このワンマンドゥってカルディ？あ、これカルディなのかもしれない。カルディが作ってる？うん、だってほら見て、見て。うん。見て。カルディのマーク。これめちゃくちゃうまいわ。ちょっとご飯いる。あ、本当？うん。一個めっちゃ重くない？いただきます。肉汁つけて。え？あ、溢れてるわ。もったいない。生地めっちゃうまんで、お肉、肉汁たっぷりで、うん、めっちゃくちゃうまいな。こんな、すんごい目立たないさ、うん、ちっちゃい冷凍庫に入ってたよね。どうかって、やばいですこれは。ちな、食べこれ、いやいや、本当に美味しいから、絶対大好き。これさ、気持ちが欲しい。じゃあ食べる、うん、食べてみる。で、これ無理だよ、黒酢欲しい。さあ、そしてこちらプーパッポンカレー、こんな感じでございます。ちょっと混ぜたいと思います。ちょっとここに特製のオイルを入れますね。へえ、はい、ねえ、ちょっとこれ硬いから、これ食べていい？先に、うん、胡椒餅いただきます。アンパンみたいじゃない？みたいな。アンパン。アンパン。はい、こんな感じです。え、これグリーン？うん。え、何これ？何これって感じ？なんで？パン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 。何これ？真似してる。何これ？パン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 。胡椒と八角がものすごい効いた固めのパン生地のようなものに肉が入ってんだけど、ものすごい胡椒がね、ちょっと辛い、やめて、辛い、八角すごい、うん、今日辛い、あー辛い、皆さん、美味しいです。オリーブ食べてる。事件ですぐらい辛い、ビリビリ系だよね、うん、山椒とかのホアジャオ系の辛さ、うん、あ、これ辛い。え、パパこれスプーンいる？大丈夫？プーパポン、うん、このままサラサラいけんじゃないかな、うん、お米これ、お米かな、いただきます。カレー、
5分待ってってなってるけど、まだちょっと硬いな。え、結構辛い。でも美味しい。日本人が好きなカレーの味。あ、日清さん作ってるカルディと。あ、本当だ、うん。いただきます。あ、なんか見て、カニカマみたいなのが入ってる、うん、日本人が好きなカレーの感じよ。うん、美味しいね。うん、後から辛い、うんうん、あ、けど美味しい。うん、辛い。ねえ、もう洋服につけたよ、ベビーラン。え、ちょっとやめてよ。じゃあ春雨、春雨カップ、ね、ずーい、ボートヌードル、ベビさん、こんな感じです。春雨ヌードル、美味しいよ。わ、美味しそう。それ香りはすごい、うん、アジアンな香り、うん、食べてみる。うん、自分で食べなさい。どうぞ、ベビちゃん食べなさい。わ、何これ、嗅いだことないみたいな。あ、魚醤入ってるわ。超癖ありじゃない、うん、熱っ。あ、美味しい、美味しい。でも無理な人いると思う、これ、うん、この香り。うん、美味しい。私は大好き。ほら、香りが普通の餃子だ。ハルさんとかで、うんうん、あ、辛い。何ですか、すごい。美味しい。辛いわ。辛い。何ですか、すっごい辛い後から。エスニックな塩系スープなんだけど。これちょっとやめて、ベビさん。ものすごく辛くなってくる、これ喉に。あ、辛い。これめっちゃ辛い。まだこっちの方がマシかも。喉にガーってくるね。うん。どっちが？春雨。そのプーパッポンの方が日清さんが出してるとこだけあって、日本人寄りにしてあるかも、うん、辛さは。うん、分からない、これは。さあ、じゃあこちら、もへじさんの食べる明太生七味。これはこれで結構辛そうですよ。食べる明太生七味。うわ、辛そう。あれ結構固め？固め、固めペーストな感じ。あ、もう見た目すごい、たらこ、あ、明太子、うん、辛そう。いただきます。怖い。あ、辛い。あ、辛い。あ、嘘。どんくらい？無理、私。あれ？どっち？無理。明太子辛いでしょ、普通に食べた時。え、でも好きだよ、うん、その辛さなんだけど、うん、七味の独特の風味あるじゃない、うん、あれがすっごい生かされてる。うーん、結構スキッとする辛さ。あ、そう、うん、かじかっこ。うんね、最初に明太子感が来て、うん、後から七味の、七味がすごい押し寄せてくる、七味の辛さ。さあ、続いてこちら、食べるナッツソース、バジル、こんな感じですね。食べるナッツソース、わぁ、美味しそう。それ美味しそう。いただきます。よかった、適当な部分。めちゃめちゃくっついた。よいしょ。これは、うん、ご飯も合うけど、うん、カリッカリのパン、うんうん、まあバジルだもんね。でもね、ご飯もあるよ、食べてみて。あ、そう、チビランド好きだと思う。じゃあバケットとかだね。もうたまらんと思うよ、そんな。うん、ねえ、でも子供にはしょっぱいね。しょっぱいか、なかなかしょっぱいよ。おいしい。でもうん、おいしい。あ、チビランちゃんは向こうであの野菜もちゃんと摂取しております。はい、はい、ご安心ください。そしてチュモッパドアンバリしてる。何個目よ、それ。チュモッパ4個目。すげえな。じゃあちょっとこのままいただいて、食べてない。一回止めてデザートに切り替えましょう。うん、まあ口の中が辛いわ。登録してくれよ。あ、
はい、ということでデザートを買ってまいりました。はい、こちらがどこの国のだろうな。タイだね。タイだ、ドイカムアイスポップマンゴー&パッションフルーツ。これはちびらんちゃんが食べたいということで、はい、どうした、だってあなた引っ張るんだもの。食べていいですよ。そしてこちらがモヘジさんの青梅アイス。ちゃんとここ開けられるとこついてる、はい、これ冷凍庫に入れてました。で、こちらが、こちらも平治さんも凍らせて美味しい宇治金時で、同じくも平治さんの凍らせて美味しいミルク金時。見て、芋みたいな。あ、本当だ。芋じゃありません。そうやって押しながら食べてくる、うん、どうぞ。どう、おいしい。嬉しそうな顔。いちごより美味しい。いちごとね、あのパッションフルーツと迷ったんだけど、うん、それにしたんだよね、うんうん、見るからに美味しそうだもん。ちょっと一口ちょうだい、うん、舐めるんだよ、これ食べないよ。あ、美味しい。パパ絶対好きだわ。めっちゃ美味しい。もっと買えばよかった。うまっ。超マンゴーパッションフルーツ。めっちゃ濃厚。マンゴーだよね。うん、パッションフルーツも入ってる、うん、しかもここ冷たい。引きずらない甘さ。甘ったるってならない。すっきりしてるね。うん、すごい濃厚な味わいだけど引きずらない。美味しい。さあ、山田さん。めっちゃ美味しいじゃん。私もこの青梅アイス。ママミルク。ミルク、うん。あ、こんなすごい。見て、超小豆がいっぱい。小豆バーみたい。いただきますね。小豆バーみたい。いただきます。爽やか。うまっ。ちょっと食べたい。いや違う違う、そっち。なんでチビランドこれ好きだよ、うん、なんでよ、うん、おいしい。おいしいよね。でもちょっと食後には重かったパパ。じゃあちょっと食べる、うん、大丈夫です。あんたがこれ取ったからでしょ。ガツくん食べたい。食べない。怒っちゃうんだよ。みんなが嫌だっていうか。ママ、はい、はいはい、甘い結構。うん、美味しいけど濃厚よ。うん、もう、わー、おいしい。あんこ、生で言ってるぐらいの甘さ。これだわ、食後は。これ、真夏最高じゃない。最高、これめっちゃいい、これからの時期。青梅じゃない方まで。この中で一番好きなのどれですか。これ、青梅アイス。パパ、それこれ、うん、この辺、うん、もう、パパ、いいよ。ということで、皆さんもよかったら。わー、モヘジさんだ、さすがでございます。我々と一緒の何かを買ってみてください。おすすめはマンドゥとこのチビランちゃんが食べてるパッションフルーツのシャベットです。うん、まずこれかわいい。めっちゃかわいいんだけど、見て、うん、また次の動画でお会いしましょう。これも美味しいよ。うん、バイバイ。ベビーシャフェ。バイバイ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 。天才ですね。